西成五時ですわ。カールちょっと今タオー買いに行かしたで、その間にあいつのスマートフォン乗っとったった。あいつえらいこの24時間で見てたらチャンネル登録数えらい増えとる。自己中犯のおかげやで、俺は自己中犯のおかげや。ほんま、すごいな、やけど、自己中犯。ほんで、新たにな、から5時にチャンネル登録してくれはった皆さん、わし、西成浩二って言うんですけど、俺、自己中犯に命名してもらった名前で。ガール5時と56年の付き合いですわ。だから今足タバコは切れたからタバコ買うてきてこれ言うてな、今タバコ買いに行かして、その間に足からも一言やっぱり礼儀とか言えんかったら、あの新しい登録者の皆さん、ほんま大きいね、こんなな、ガハラやらこんな西成みたいなな、やつに、わざわざチャンネル登録してもらってもったいない、ほんま大きい。ちゅうことでな、ええな、別にガーラもええ格好してやっとるわけやない、あいつもな、必死なんや、あいつもか、あいつで金が欲しいんや、困っとんねん、みんな一緒や。ほんで見え来てコメントとかな見とったら、どこの知事もやっぱり同じような対応しとるみたいやな、考えてへんとか、給付金考えてへんとかな、こんなことはガリ抜かしとるやろ、腹立つやんけ、ほんま。あしの電話するだ、ほんま。なあ、携帯からこれ電話番、固定電話で電話かけたら変わる、バレてまうからな。この携帯で184つけてやな、あしゃあ事件に住んどる西成浩二うもんやけど、どないなっとんねんちゅうて電話してみたろうかな、県庁のコールセンターに。ほんま、なんか国会中継やってんのか、わからんけど、河原もなんかコメント返すの一生懸命で、テレビ見る間もないみたいやけどな。だけどまあこんなんも出てきまんねん、新しいチャンネル登録者さん、すんまへんな、柄悪うて。ええけどな、わしもガールのやってることは一理あるかなと思うねん。やっぱりな、何ぶら下げて生まれてきたんやったら、人様の役に立つことしなあかん。俺がな、西成坊主は即家塾の塾生とちゃうんや。ええけどな、ご飯には可愛がってもうてんねん。なんでか知らんけど。で、川原は即家塾の一年生や。まだ新米や。即家塾入ってまだや。1ヶ月、2ヶ月か。そんなもんやろ。な、偉そうに、ね、ハッシュタグ、速化塾とか言うて入れとるけど、お前、なもん速化塾の話にならんように、あいつにもしっかり言うとくけどさ。あ、みんなもな、応援したって。ガーラはガーラ何に考えてやっとる。わしも考えてな、なんか、ええ加減動かなあかんわ、ほんま。ということで、わしできてんのはな、官邸にメールしかできてへんねん。だけどこれもな、川原に聞いてやり方教えてもんでやな、官邸メール、ここはな、もう諦め、ここ諦めるとこじゃないね。川原も言うとったけど、そっちはそっちでやっていかなあかんねん。官邸メールは官邸メールで、都道府県、そこのトップに嘆願するっていうのは、それはそれ別個のことでな、同時進行で進めていかなあかんだし、これな、ほんま遊び人やからできんねんね。
な、仕事しながら人には無理や。そんなことはな、だから無理したらあかん。できることでええ。な、できることをやったらええんや。なんもかはらみたいに、アホみたいにやらんでもええ。な、できる人がやれやええや。な、何言うてでもな、もう来週ぐらいから変わらんもわしもな、また、このインター回線の、インターネット回線のないとこへ行かなあかんからな、いつまでこれ動画上げれるか分かれへんねや。ほんでも別にずっと行ったきりになるわけちゃうからな。ああ、一週間に一回か、二週間に一回は帰ってくるし、そんないつまでも仕事あるとは思わへんし。なあ、で、なんか川原はインターネットのビジネスをちょっと考えてるみたいで、まだ十条藩にな、久保十条藩、そっか十条のな、久保十条藩になんか相談するみたいなこと言うとったわ。なんか、何を考えんのかな、川原も。ようわからん。わしはアホやからな。もう体動かす仕事しかな、要せ。川原も、なあ、前は、元気な時はな、あの、ユンボの、ごっついの、PC650 とかな、乗っとったんやけどな。わしでも PC400 は乗ったことあるけど、あいつ PC650 ってどんなんなんやろな。まあ、わかる人はわかるやろうけど、あいつ製鉄所行ってる時にな、PC650 いじったりしとったみたいな。製鉄その時ちゃうんかな。いつの時かしらな。その前の時かな。その後、派遣に行った時か。なあ、知らんけど。製鉄所の時は、もっと来ない。こんまなのか。200か。200の、バッコウとかな、マグロだとか乗っとったみたい。まあこんなん言うだってな、専門用語みたいなもんや、わからへんわな。ということで、いな、西成工事。もう川原タバコ、こうやって帰ってきたらまたこうやって、あいつのスマートフォンサードタイトうるさいからな。また次の動画で会いまよ、大喜利。西成工事でした。